はい、皆さんこんにちは、 RJJ の岡本です。今日はですね、柳沢智也さんとの、スパーリング動画第2弾をお届けしたいと思います。前回はですね、3ヶ月ぐらい前ですかね、多分コロナの前あたりだと思うんですけれども、まあスパーリング動画第1弾をお届けして、まあ1本はですね取られなかったんですが、スイープを何度かされて、まあ、最終的に、ボコボコにされたという動画でした。岡本弱いじゃんみたいなね、まあ、そんな感じに、なったかもしれませんが、今回はですね、とっておきのちょっと秘策を用意しました。コムロックと、一番絞りはバレてるんじゃないかなと思いましたので、ぜひこの技で、まあ、1本を取れればなと思ってスパーリングに臨みましたので、どうぞご覧ください。それでは、はい、スタート。残り1分です。
はい、いかがでしたでしょうか。今回ですね、私が狙った技は小手絞りでした。まあぶっちゃけですね、まあ、事前に考えていたわけではなく、流れの中でですね出た技になります。今回スパーリングして感じたのは、やっぱり柳沢さん、スピード瞬発力がすごく高い選手ですね。反応速度とかも速いですし、私がこう仕掛ける技に対して一定の距離感を保った上で、守ってくると。なのでこうやられない距離で戦ってるんですね。まあスイープの速さとかですかね、パスガードとかも速いんですけれども、特に今回感じたのがラペラドラッグ、アームドラッグかどっちか仕掛けられたんですけれども、そこはもうちょっとスピードが速くて反応ができなかったですね。で、まあ思わず、まあ、あの体勢は片足タックルに近い形なので、まあ私自身コムロックのチャンスなんですけれども、まあ腕を抱えて、で、柳沢さんにもこう腕を抜かさずに、チャンスだったんですけれども、この右手のですね、襟を掴むことができなかったんですね。腕を抜かせないで、襟を掴むチャンスを伺っていたら、まあ多分柳沢さんは後で言っていたんですけれども、腕が抜けなかったんで行くしかないってことでパスガードを仕掛けてきたんですね。で、そのパスガードを仕掛けてきたことにより、まあ私は守らなきゃいけないと、防御をしなきゃいけなくなってしまったので、その防御でディフェンスをしたところでこう腕を抜かれてしまったという形になります。で、あとはまあ肩入り肩袖ガードを中心でこうガードをしていたので、まあ流れの中でこう小手絞りが出た感じですかね。1回目も2回目もですね、両方とも多分入っていたんじゃないかなと思うんですよね。ただ締めが入っていただけで、ちょっとこう逃がさないようにフォローするのがですね、なかなかできなくて、まあ、最終的に、両方とも首を抜かれてしまったんですけれども、まあ結果的には小手絞り、まあ、決まらずという形で、終わってしまいました。まあ、スイープされたり、あとそうですね、序盤にはもうパスガードをされてしまって、まあ木村ロックを腕を決められて1本取られたと。で、最後の最後もですね、もうラスト10秒20秒ぐらいですかね、パスガードのですね猛攻が来まして、もう私はもう息が、切れてバテバテという形で、結果的には今回もボコボコにされて終わったという形になります。で、またですね、まあ、減量とかですね、ちょっと修行をですねし直して第3回に臨みたいと思います。で、あとは、まあ、そろそろですねコロナも落ち着いてきたので、他のジムに出稽古を行ったりして、まあ、スパーリング動画を撮影してお届けできればなと思っております。それでは次回をお楽しみにしていてください。以上です。